尾鷲市地域おこし協力隊の池山千秋です。今日は久しぶりにじゃ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 ーん倉庫ではなく尾鷲マルシェ来ました。これすごくないですか。梅雨時期ということで傘がめちゃくちゃ飾ってあって、でこの尾鷲マルシェさんはインスタグラムとかにすごいいろいろあのこの今の尾鷲マルシェを更新してくれていて、なのですっごい行きたい気持ちになっちゃうっていう、ね、常にこうやってイベントごとの時に店内をねアレンジしていたりとか、前ね結構オープンした当初来たんですけど、いろいろ商品も増えているアンティーク系のものがすごいたくさん増えてる気がします。しかもめっちゃ面白いの見つけた。これ何？つまみ取って1個ずつ販売してますって。1個150円、つまみだけ売ってんだ。こうやって、え、おもろこれ1個減ってるから、これ誰か買ったのかな、このつまみ。そうやって考えるのも面白い。自分でね DIY とかしたりとかするときにめちゃくちゃいいですよね、こういうアンティークなもの。すごい、何なんだろうこれ。待って、雪印牛乳のやつがあったりとか、これとか結構かわいい。でね、マルシェさんはこうやって写真だったりとかも全然 OK ですっていう風にね書いてくださってて、やって SNS で発信してくださいっていう風にね書いてくださっているので、もう私もね写真撮り放題、動画撮り放題で今日もねちょっとあるお買い物をねしていたので、それをねちょっと受け取りに来たんですけど、こう店内がねいろいろ変わってたので、動画撮影もさせてくださいって言ったら、もうすぐに全然 OK です。優しい、心優しいです。優しいし本当にね素敵な方ばかりです。あ、これインスタでチェックしてたやつ私本当にね尾鷲マルシェさんのインスタグラムは随時チェックしてるので、これはインスタグラムにアップされていましたっていう、あ、こちらもねなんかインスタグラムにアップされてました。もうこれはなんか使えるかどうかはわからないのでみたいなこと書いてあってそれも面白いなって思いましたね。そう、まあ、アンティークとして置いといても可愛いよね、使えたらさらにいいかもねみたいな。いやー、いろいろ増えてる。ちょっとここら辺が全然前にね前回に紹介した時とは変わって、だいぶ品数が増えていて、結構増えてる品っていうのはなんかアンティーク系のものが多いのかなって今見て思いました。尾鷲マルシェのオリジナルグッズもいろいろあります。エコバッグがあったりとか、マグカップがあったりとか、あ、これ干物だね。尾鷲は干物がたくさんあって美味しいから。これも明治の消火ポンプ1万円、すごいな。これ誰のオーナーさんの趣味かなすごいな、見たことない。でもこれ見るだけでもなんか子供とか興奮するよね。私でも興奮してるから。こんな感じでこうやってねアクセサリー類も随時いろいろ取り寄せをねしてくれているので、
これまたアクセサリー買っちゃいそうだな。すごい前と種類が増えてます。こちら側はね、前も紹介した商品とかが今もいろいろね、商品更新して一旦置いてある感じ。これは私のおすすめの魚に合うお米もここにも売ってます。セコ米国店さんのお米のイヤリング、いろいろあります。お米のイヤリング、すごい新しい、面白い。このね、ポップもね、本当に面白いよね。ザ・カニってだけど、すごいな。これかわいい、カラフルな湯飲み。あ、うまこいたくあんも売っています。私がね、大根つけるのをお手伝いした、うまこいたくあんです。このね、ビッグシュシュ、これ人気みたいです。インスタグラムでも見ました。これすごいね、今人気だそうですよ。え、これすごい、クラゲ、クラゲだよ。すごい、え、気持ちいい、気持ちいい。クラゲが気持ちいい。ね、店内でもこうやって素敵な、もう一角がカフェみたいになっていて、ちょっと前テラスで食べたので今日はちょっと店内で食べてみようかな。やっほー。じゃーん、もうすぐ七夕ということで、ね、短冊が置いてあってお願い事が書けるそうなので、ちょっと私もお願い事書いちゃうかと思います。すごい、何色にしようかな。私はね、そう、黄色がラッキーカラーっていうことで、ちょっと黄色にしたいと思います。黄色で、何色で描こうかな。ペンの種類もいっぱい迷っちゃうな。青にしとこうかな。こんにちは。こんにちは。みんなで描いてます。よく来るんですか？オーナーの姉です。あ、そうなんですね。オーナーさんのお姉ちゃんに会いました。メジャーリーガーです。おー、37歳だったんだ。子供かと思ってた。夢を追いかけるもの。はい、かけました。そうなんや。尾鷲の魅力がたくさんの人に届きますように。そして YouTube 登録年内1万人というお願い事をしてみました。願いを込めて飾りたいと思います。でっかい笹だな。しっかりね、お願い事もかけたので、ぜひ皆さん YouTube チャンネル登録、いいね、コメントお待ちしてます。